はい、皆さんこんにちは。ジュラシックワールドアライブ、ロックド邸宅の詳細までやってきました。今日もバトルやっていきましょう。はい、今シーズン最高の5430まで上がりましたということで、まずはフランキー開けていきたいと思いますが、さあいよいよですね、5500が見えてきたので、もうだんだんですね、上のアリーナから落ちてきた人たちと戦っていくことになってくるので、かなりきつい展開になると思いますが、さあここは頑張っていきましょうかね。まあ組み合わせね、次第なので、うまくいけば勝てるとは思うんですけど、さあどんなメンツが出るか開けてみなきゃわからないですけど、お、珍しく AI か。 AI 戦ちょっとここね、AI 戦やっときたいところですか。 AI じゃない。さあ開けていきましょうか。さあどうなんだろうね、どうなんでしょうか。開けていきましょう。さあ、なるほどなるほど、これは、はい、トリオさんからでしょう。さあ先制できるのか。はい、ここで、はい、先制できない場合は、はい、フレッシュですね。152だと、逆転できます。はい、これに対して、はい、フレッシュを打って逆転していきますが、さあこれで、はい、スピードを逆転しておいて2倍を打ってきますが、2倍でもこれ1回で倒せないんですが、あ、倒せた。いやー気持ちいいね。マグピリをワンバンですか。はい、来ましたね。ここで回復打っているので、もうここは、はい、怒涛打っていきます。これでワンバンできる可能性がまた出てきましたね。さあこれで向こうは打ってきて、ここでドラクを出されるとちょっと嫌なんだけど、うわー結構削ったな。ここでドラコ出されると嫌だな。出さないと、うわ気持ち、気持ちすぎる。さあジェミニタイタンも来ました。さあここはもうさすがにですね、復活を打っていくのも手かな。復活打っていきましょうか。どのぐらい戻るんだ。4500戻れば、1回で倒されないと思いますので、はい OK ですね。さあこの状態でもう1回、はい、2倍打っていきます。いやーすごい。いやーこれは気持ちいい勝ち方でしたね。素晴らしい。はい、ということで圧勝ですね。ありがとうございました。ではまた明日。